嵐山は、京都市西部にある標高382メートルの山。また、大井川を挟んで、西側の松尾山、嵐山、鳥ヶ岳の嵐山三山と、東側の小倉山、亀山、さらにはその麓を含んだ地域を一般的に、嵐山と称し、山麓は、多数の寺社が立地する観光名所でもある。嵐山は桜や、紅葉の名所である。 日本桜名所百選並びに日本紅葉の名所百選に選定されている。京都市街の西に位置し、平安時代に貴族の別荘地となって以来、京都の代表的な観光地となっている。嵐山の中心部を流れる桂川に架か,かる、渡月橋は嵐山の象徴になっている。なお渡月橋を挟んで上流が大井川、下流から桂川と故障が変わる。 JR 山陰線の北側には、佐賀野と呼ばれる観光地が広がっている。元来は、自社巡りや紅葉などの景観が観光の主体であった。1980年代には、都月橋の北側を中心にタレントショップが急増し、修学旅行生など若い観光客で賑わう一方で、雰囲気が破壊されるとの批判もあった。バブル崩壊後は、こうしたタレントショップは減少し、 現在はほとんど存在しない。1990年代以降、小規模な博物館の開館が相次ぎ、2004年には温泉が屈削された。観光シーズンになると渋滞が激しく道路交通が麻痺してしまうため、乗用車の乗り入れ規制や、郊外に格安、または無料の駐車場を整備しそこからバスで運ぶパークライドの実験が行われた。 大井川の上流の保津川の流域では林業が盛んであり、かつては伐採した木材を京都の町に運ぶために川が使われた。嵐山はその終着点であり、現在では同じコースを遊覧船で下る保津川下りが亀岡市から体験できる。2013年9月16日には大規模な水害に見舞われ、多くの旅館や売店が被災したが、 紅葉シーズンに間に合うように復旧が進められ、10月初めまでに、ほとんどの施設が再開した。2021年までに、水害対策として、渡月橋の上流で高級料亭が並ぶ、桂川北川、約260メートルの区間に、止水壁の設置が進められた。止水壁は高さ80センチメートルのアルミニウム製で、普段は地中に収納しておき出水時に展開する。 仕組み。同年7月8日の集中豪雨時には初めて稼働した嵐山の空中写真。桂川が山間部から京都盆地に出る付近一帯に位置する。1987年撮影の7枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 嵐山通線南のリバ主な登山道は、阪急嵐山駅の西にある登山口、または、西方寺付近にある登山口から京都一周トレイルを経て、松尾山に登り、そこから小津京方向に伸びるおね状の道を歩く。山頂までの一般的な所要時間は、阪急嵐山駅から1時間程度である。松尾山から嵐山を経て、 鳥ヶ岳を縦走するおね状のコースを歩くことが一般的であるが、鳥ヶ岳から先の JR 保津峡駅に至る登山道はあまり整備されていない。なお、嵐山の山頂付近には嵐山城跡が松尾山の山頂登山道沿いには松尾山古墳群などの史跡も残っている。京福嵐山駅路線バス、ありがとうございます。